月が綺麗だな。本当に茨城県っていうところは星が近くて月が綺麗で空気が綺麗で、筑波おろしが寒くて、北海道の人もこんな寒いとこだったのっていうぐらい、北海道の寒さと違うんだろうね。自分はここの土地が本当に好きなんですよね。茨城県つくばみらい市東奈良戸っていうとこで俺育ったんですよ。訪ねてきてくださいよ、聞きゃ誰でもわかります。俺この辺じゃ有名な大バカです。東奈良戸の野良犬、恥さらし、翼も折れた傷だらけの打天使、飛べない風天で寅さんみたいな男がいいっすよね。トラさん好きなんすよね。粋じゃないですか。ストーカーの男と真逆ですよね。潔いっすよね。あれが日本男児なんすよね。いつから間違っちゃったのかな、この国は。いつからこんなになっちゃったんだろうね。思うんすよね。人生一回だから俺らしく生きたいんですよね。もうかっこ悪くても、形がもう悪くても、不格好でも、俺らしく正々堂々と時も明るく元気に気持ちよく、勝った時も負けた時も同じ顔で、負けた時泣いてて勝った時ガッツポーズなんて、やっぱり生きさというのはね、生きに行きたいよね。男は優しさを内に秘めた、あ、ちゃ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 、強さを内に秘めた優しさだよ。優しいんだけど芯が強い、そういう男見つけてほしいな。娘には本当に優しいんだけど中身が強い男、山本太郎。あ、うちの娘嫁にもらってくんねえかな。あ、行ってみよう今度。うちの娘嫁にもらってくんねえかな。うちの娘すげえよ、まだ男知らねえから聖女だぜ。みんな信用しねえけど、信用できねえだろうな普通の人じゃ。俺も娘も普通じゃねえから、真逆の意味でぶっ飛んでるからな。娘は本当に聖女だし、俺は俺で本当に悪かったし、体だけは幸せになってほしいな。俺は神様に願うのはそれしかないな。お金なんかいらない、地位もいらない、名前もいらない。
世の中が平和になれば、おのずと娘だって幸せになれるよ。世の中が不幸じゃ、世の中が不幸じゃ幸せじゃねえよな。自分で金持ってもつまんねえよな。みんなニコニコしてた方がいいよな。人の笑顔ほど癒されるもんねえもんな。人の笑顔好きなんだよな。誰かがかわいそうなとこなんか見てらんねえよ。ひもじい姿とかさ、惨め我慢してる姿とか、いじめられてる姿とか黙って見てらんねえな俺。だから今許せねえ。今立ち上がんなくていつ立ち上がんだよ。本当に立ち上がるしかねえ。やりましょうよみんなで。ああやるしかないですよ。もう本当にこのままじゃ。まあとにかく今は政府の足を引っ張らないように。もう自民党とかそういう話じゃないですから、今は政府の問題です。みんなで乗り越えましょう。おやすみなさい。本当に出会えて本当に良かったです。いやー出会い、これもね、あの運命なんで。よし、暑くなってきちゃったな。あったかい格好だよ。どうも。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。あ、西山さん。知り合いと本当に良かったです。ありがとうございます。小菅徹ちゃん。本当にありがとうございます。武井会長。ありがとうございます。クラウン会長。ありがとうございます。本当に、近くの、支援者ができたっていうことは本当に、心強いですね。ありがたいです。本当に感謝しかありません。ますます勉強して、チャンスが来たらチャレンジできるように、頑張りますんで。これからもよろしくお願いします。おやすみなさい。